人から食べ物をもらっても変な人を食べ物にしちゃダメって言われているよ。同志指揮官、今日は差し入れ大丈夫よ。まだ眠くなってないからね。ふっ、ぷぅ。噛んだと飲んだ気がしない。ふふんふふんふふん。同志指揮官、この演習、何も考えなくていいから意外と楽しいかも。同志指揮官もやってみる？この鉄球、軽いよ。ひょい。あ、ごめん。驚かせたね。同志指揮官、このおやつ、勤労奉仕のご褒美？クローリクちゃんがいないからね。うん。じゃあこの鉄球にするね。働く者食うべからず。こっちのルールだね。うんうん。つまり明日も飲めるように早く任務を片付けよう。でかしたぞ同志指揮官。これで今夜のスープの具もバッチリだ。同志指揮官、黒ずぬいがメールを届けるのはおかしくないよ。みんなでローテ組んでいるからね。同志指揮官、ボルシチとカカオ、飲む？北方連合の海と比べると暖かいね。飲むと服が薄くても気にならない。グネフヌイ級駆逐艦、グロズヌイだ。護衛任務と機雷補設。艦歴では陸への支援をやってのけた。同志指揮官、指示があれば呼んで。飲ませてくれたらなお嬉しいよ。
クローリクちゃんがいないからね。うん。じゃあこの鉄球にするね。この鉄球、軽いよ。ひょい。あ、ごめん。驚かせたね。3015、次こそ勝つよ。指揮官もテニスをやりに来たの？努力と根性、目標と希望、歓喜と賞金、運動会楽しみだ。あなたが望む私という存在の色彩、黒だろうと赤だろうと青だろうと、私は受け入れる。愛する人よ、あなたがくれた名前というアイデンティティに祝福を。この世界はよもやこうも予想とたがえるとは面白い。戦闘の競争ではなく、競争で1位を目指す。新鮮な気分。小さい学園の中でも、まだ体験したことのない物事が数々。レースで汗をかいたことも、応援に励んだことも、忘れがたい体験なり。小さな紙切れ一枚に人とのつながりを生み出す借り物競争、思っていたより面白い。一体どんな存在がその指先を巡らせているのか。レースで汗をかいたことも、応援に励んだことも、忘れがたい体験なり。未知なる存在と新たなる出会い、巡り合うためにいざ行かん。自由と運命は常に努力し続ける者にのみ祝福を授からん。新しいメールは人に期待、そして信頼されている証明でもある。来たる新たな戦いに備えよう。運動会という緊迫する戦いを。委託に出た船の帰還を待つ。これも体験したことのない一つの出来事であろう。鉄血海軍 Z クラス駆逐艦 1936C 型のフィーゼである。同型艦の製造は4隻も計画されたが、寄港したのは私とフィーズだけだ。
終戦まで完成されなかった未完成で解体された身である私。いつかフィーゼではなく本当の名前を呼んでいただきたい。あなたがのぞ…ピンチになったらクーパーに助けを呼ぶこと。そしたらこの僕が指揮官のピンチをすべてきれいに解決してあげる。あの中央の子に勝ったら指揮官との試合だ。サービスエースだ。はあ、クーパーへの差し入れ、やったー。ブーン。黒いニャンニャン、どこどこで、これじゃ集中できないじゃない。今は僕汗でびっしょりだからあまり触らない方がいいよ。指揮官、何をやってるか分かってるの？任務をこなさないとみんなを助けられないよね。任務完了。きっと何か意義があるとクーパーは思う。新しいメール？さては支援要請。クーパーのピンチアンテナに反応あり。もうダメ、無理。ちょっと休憩。委託から帰ってきたみんなの出迎え？ちょろいちょろい、そこで見ていろよ。アレン・エム・サムナー級駆逐艦のクーパーだ。アレン・エム・サムナーとモールとオルモック湾で敵と戦って、でもそこまで頑張れなかったような。むむむ、無念。あの酸素魚雷、さすがにこのクーパーの目をもってしても発見できなかった。一体どんな存在がその指先をめぐっ、一体どんな存在がその指先をめぐらせているのか。指揮官、何をやってるか分かってるの？